こ。ヤガミクミのヤガミクミユーヨー。この番組は厚みモータース、グッドホーム、関谷醸造、株式会社マルショーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。8月4日間違えました。1ヶ月1ヶ月だけだよ、ね、8月4日って7月4日月曜日、時刻は夜8時となりました。6月からスタートした FM 豊橋の新番組、八神久美のヤガミガミユーヨー。はい、メインパーソナリティを務めます八神久美と、サブパーソナリティの宮脇莉子です。はい、ということでね、本日は、うん、前回、前々回だね、前々回の時から準レギュラーになった宮脇莉子ちゃんが、はい、はい、今日も来てくれましたけども、はい、どうすか、準レギュラーになってみたっていう。そうですね、やっぱまずでも緊張は、2回目は緊張かけないですね、まだですよね、私も緊張するもん。噛まないように頑張りたいと思います。今日はね、さっき打ち合わせの時にね、もう噛む噛まないの話をね、はい、割と結構しててね、してましたね。私早速噛んだっていうか間違えたけどね、読み間違えたよね。1ヶ月先言うことならないよ。はい、というわけで始まりました、八神久美のヤガミガミ言うよ。この番組は厚みモータース、グッドホーム、関谷醸造、株式会社マルショーの提供で、豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオ、ココラスタジオから夜8時から9時の1時間生放送でお送りしております。はい、サテライトスタジオということで誰でも観覧できますので、気楽に見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、マナーを守ってください。はい、そしてこの番組は私、八神久美が設楽町交流 PR 大使として設楽町の情報を発信したり、リスナーの皆さんの悩み相談に乗ったり、私の趣味や、あとそれから莉子ちゃんのね、趣味とかね、活動もね、ガミガミ報告していったりする番組になっております。はい、もちろん番組ではメッセージ受け付けていますので、早速メッセージ、メールアドレスを、教えてもらおうかな。今日は莉子ちゃんに、はい、言ってもらいたいと思います。私が言います。はい、全部小文字で yggg@843fm.co.jp。 もう一度言います。全部小文字で yggg@843fm.co.jp。 FM 豊橋専用スマートフォンアプリからも直接メッセージを送ることができます。 843fm で検索をしてダウンロードしてみてください。はい、テーマに合ったメッセージ、来週かける曲リクエストなど何でもメッセージを受け付けています。はい、懸命に何当てか書いていただけると嬉しいです。はい。何とか噛みませんでした。噛みはしなかったけどね、必死に読んでる感あった、ね、必死でしたね。もう国語の朗読みたいになっちゃいました。でも私も1回目初回はこんな感じだったかな、はい、必死に読んでる感じがね、あー伝わっちゃいますね、うん、自分の言葉で話せるようになるとね、また楽しくなるけどね、はい、また勉強します。はい、はい、それではメッセージテーマを紹介したいと思います。はい、ですね、今週のメッセージテーマは理想の恋愛像。はい、今週木曜日7月7日は七夕です。はい、はい、織姫彦星が1年に一度会える日、今年は天気よく会うことができるのでしょうか。天気良くなるといいですけどね、はい、今のところ木曜日っていう感じになってるんでね。じゃあ晴れる、天気予報見たら木曜日だった。そうですね、そうなんでね、しっかり星が見えるかどうかは分かんないですけれども、晴れてほしいですね。晴れてほしいです。はい、リスナーの皆さんは理想の恋愛像などはありますかということで、はい、ぜひぜひ募集していきますので、ぜひメッセージ待っています。よろしくお願いしま す, お願いします。はい、それでは八神久美が1時間ガミガミ言うよ。はい、今週の1曲目はしっとり落ち着いた曲をお届けします。エド・シーランでシンキングアウトラウド。たまには落ち着いた曲で始まるのもいいですね。エド・シーランでシンキングアウトラウドをお送りしました。ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオ、ココラスタジオから、ヤガミクミと宮脇莉子が生放送でガミガミお送りしていきます。はい、メッセージは全部小文字で yggg@843fm.co.jp、 または FM 豊橋専用スマートフォンアプリからも直接送ることができます。はい、今日のメッセージテーマは、理想の恋愛像。
テーマに合ったメッセージ、曲、リクエストなど何でも受け付けています。たくさんのメッセージお待ちしております。待ってます。はい、待ってます。ということでですね、はい、早速メッセージ紹介していきましょう。お願いします。はい、まずお一つ目、ラジオネームラモスルリさんですね。これはルリさんって読むのかな、はい、漢字が難しい、ルリさん。はい、クーミンお嬢スタッフさん、こんばんは。こんばんは。いきなり月を間違えるすいません、言われましたね。反省しております。夏が好きということで。そう、夏が好きだからね、がっつり夏の月をね、そう、ちょっとね先走ってたね、すいませんね、はい、いきなり月を間違えるとか面白すぎる、わらわら、ノリノリなトーク期待してます。ウィーノリノリ。ありがとうございます。ちなみにクーミンが間違えた7月4日は僕の誕生日だったりします。おっ、おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。おめでたいね、間違えてよかったのかな。まあ結果的に間違えてよかったのかもしれない。そうですね。はい、ありがとうございます。続いていきましょう。はい、ラジオネーム子猫の猫パンチさん、はい、はい、こんばんは。矢上さん、宮脇さん、あ、ありがとうございます、はい、こんばんは。毎日これ猛暑日って読むの、猛暑日が続いていますが、はい、こんな日こそかき氷が美味しいですねと。はい、ではお二人に質問。かき氷を食べるなら何味のかき氷を食べますか。俺はシンプルなストロベリーかきのかき氷が好きです。ではラジオ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。かき氷食べる、普段かき氷めっちゃ好きです。本当大好きです。何味。あの、私もあの猫パンチさんと一緒で、うん、あのストロベリーが好きなんですけど、ほうほうほう、でもまあ色でいっちゃいますね。ピンクだからみたいな、うん、出た出た、ピンク好き、はい、ピンクとリボン大好き私。そうなんです。って感じでしょ。今日もピンクだもんね。ピンクです。今日もね、そう、はい、ピンクの T シャツを着てるんですよ。ストロベリーです、ね、クミさんは何味がいいんですか。え、じゃあ私かき氷普段食べないもん。え、嫌いなんですか。嫌いじゃん、食べれるし全然好きだけど、はい、寒くなるじゃん。確かにお腹壊しちゃいますね。そう、お腹壊すし、かき氷って結構やっぱり多いじゃん、量が。確かにお祭りとかでもすごい山盛りに乗ってある感じですもんね。めっちゃ寒くなるの。それはわかります。でしょ。そう、あれが嫌で鳥肌とかめっちゃ立ってきちゃうから、それが嫌であんまり自ら食べたりしないかな。女子ですね。女子かな。かき氷食べてる方が可愛らしい女子だと思うけど、私は。うん、そう思わない。いや、可愛い女子はやっぱりリンゴ飴とかそういうね。リンゴ飴、リンゴ飴とかイチゴ飴とかそういう。硬いじゃん、あれ。硬いですよね。ここら辺ベショベショになります。あれさ、髪の毛ベッタになったら大変ですね。そう、大変なことになるの。取るのが大変。確かに。お風呂場で取るのが大変。ベッタベタすんなと思いながら。ダメですね、あれ。どう、何が女子力があるんでしょうか。女子力わからん。女子力はね、女子力について私に聞いちゃダメだ。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、お願いします。ラジオネーム自家製さん、はい、ありがとうございます、はい、いよいよ7月夏本番ですね。私は暑いのが大の苦手な上に虫も苦手で、冷たいものを食べるとすぐにお腹を壊してしまって、アイスやかき氷さっきの話につながってるな、ね、今からの季節が本当に憂鬱です。クーミンはいつも夏が好きと言っていますが、夏のいいところ、もしくは夏を楽しく乗り越える方法があれば教えてくださいと。なるほど。いや、私は単純に夏の雰囲気が好きなんだよね。そうですね、明るくてキラキラっていう感じ。そう、あの海が好きだから。あ、で結構あの湘南とかも好きなんで、湘南っていうとね、結構なんだろうな、はい、なんだろう、結構がなノリノリなお兄ちゃん、うん、お姉ちゃんがいるみたいなイメージかもしれないけど、はい、じゃ そこが好きなんじゃなくって、なんて言ったらいいの、人が多いのは嫌いなの。人混みは嫌いと。そう、はい、人混みは嫌いで、夏場のやっぱりビーチって結構人多いじゃない。結構人ばっかりじゃないですか。あれはあんま好かんのよね。何されるんですか。でも単純に海が好き、海の景色とか。海を見るのが好き。その海の上にこうかき氷のような、それこそ本当にかき氷のような入道雲。あ、いいですね。そう、が絵に描いたような。そう、あの見た目が好きなんですよ。わかります。そうで、江ノ電から見える。はい、わかるかな。江ノ電に乗ったことある人とか、ま、結構いるといらっしゃると思うんですけど、から見える海の景色ってまあ綺麗なわけですよ。いいですね。はい、神奈川県なんで。神奈川県、はい、っていうのがあって、夏が好き。あとはまあ楽しいことがいっぱいある。そうですね、花火とかいいですよね。そう、花火大会とかね。花火大会大好きです。あるし、あのそれこそあの、まあ、音楽系のフェスとかね。そうですね、
そういうのが好きなんで、うん、私は夏がいいかなと思っております。夏大好きです、うん、夏好き？夏好きです。夏のどういうところが好き？夏はやっぱりでも私お祭りが好きなんで、それこそ。あーいいね、はい、浴衣とか着るの？浴衣着たいですね今年は。着たい？はい。あ、じゃあ去年着なかったんで。着なかったです。じゃあ今年は着れるといいね、はい、痛いです。え、なんで一瞬固まったの？いや暑いなと思いまして。そうだね、浴衣結構暑いですよね。開放感から脱いだ時は、はい、わもうあれは止まらないです、うん、はい、はい、じゃあそろそろ次の曲いきましょうかね、はいはい、あ、先週ねリクエストいただきましたねこの曲は、はい、ビーズでオーシャン、お聴きください。お送りした曲はビーズでオーシャンでした。月曜夜8時から9時、八神久美のやーガミガミ言うよ。メッセージは yggg@843fm.co.jp またはアプリから 843fm で検索したら。クーさんのふむふむ聞くよ。ここからの時間はクーさんのふむふむ聞くよのコーナーです。私八神久美は設楽町交流 PR 大使として活動しているのですが、もう一ついじめ問題についても活動しています。小学校中学校高校なので切っても切れないいじめ問題。このコーナーではいじめについての悩みを抱えている方からメッセージを募集して、悩みを聞いてちょっとでも皆さんの支えになれればなと思っています。私自身いじめられた経験がありますので、ある程度気持ちはわかるつもりでおります。はい、もちろんいじめ問題以外にもどんな些細な悩みでもメッセージ受け付けています。皆さんのお悩みをクーさんと一緒に解決していきましょう。はいはいはい早速じゃあ、はい、一つ目のお悩みいきますか。はい、ラジオネームゆうきさん。クーミンお嬢こんばんは。こんばんは。僕は人前に出るとすごく緊張して頭が真っ白になってしまいます。どうしたら緊張を抑えることができると思いますかと。はい、緊張はね、緊張は正直緊張って抑えれるもんじゃないと思ってるんだよね。しちゃいますよね。抑えようと思ってもやっぱどうしても、うん、どうしても動機が激しくなるじゃないけどバクバクバクという感じで、そう、バクバクしたりするし、まあ私はあんまり緊張しないから何とも言えない。そうですね、クリスあんまりしなさそうなタイプだなって。そう、ただやっぱりさすがにねラジオ初回とかは緊張する緊張しますね。ステージに立つことは緊張しない、うん、どちらかというと喋るのの方が緊張するかな。そうだね、もともと喋りがめちゃくちゃ得意っていうわけではなかったから、はい、まあ、ちょっと不安から来る緊張とかあったけど、まあでも緊張って逆に緊張感がなかったらダメかなって。程よい緊張感が必要ですもんね、うん、そうだね。で、人前に出るとだから、でもそれは本当慣れていくしかないから、離れ、そうですね、するために、うん、そういう場所にどんどん自ら緊張してでも行くことが大事かな、はい、もう人、うん、あれですね、ジャガイモだと思っちゃえばいいんですよ。あー、それよく言うよね。言いますよね、そう、それ言うね。あの、目の前にいるたくさんの人をね、あの、私のことは見てないと思うとかね、はい、そういうことはよく言いますね。そういう風に確かにね、アイドル時代は教えられました私も。そうですね。はい、続いていきましょう、はい、ラジオネーム藤桃さん。くーちゃん、りこちゃん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私の悩みを聞いてください。はい、選択肢が多すぎるとなかなか決められないんです。例えば最近悩んだのは夏用のバッグやスマホケース。これかわいい、あ、でも色はこっちが好き、いやいや、でも実用的なのはこっち、などなど、決まるまでにすごく、すごく時間かかるんです。わかります。わかる？わかりますね。で、結局迷いに迷ってるうちに売り切れたり、やっと決めて買った後でもやっぱもう一つの方にすればよかったとか後悔したり、選択肢が2つとか3つとか少ないと割とすぐ決められるんですけどね。もちろん稀に他のものが目に入らなくなるくらいの一目惚れで即決するものもあるんですが、お二人は迷った時どうやって選びますか？参考にしたいのでお願いしますと教えてくださいと、うんうん、迷うの？迷いますね。迷いませんか？服とかでピンクと白があってどっちにしようみたいな、そういうこの顔を見て、はい、今私すごい自信にあふれてるこの笑顔をしてるんですけど迷わないんだよね私。ニコニコですね、久美、うん、さん。そう、迷わないの。即決タイプですか？即決タイプっていうか、一回悩み始めちゃったら、はい、でも本当は優柔不断なの私って、はい、でだからそれが分かってるから、一回悩み始めちゃったらめちゃくちゃ時間かかることも、もう自分で理解してるから
もう悩む前にパッて手に取ってそれをもうレジに置く。そう、なるほど。で後悔しない、もうこれ買っちゃったもんはしょうがないっていう、他に、まあ、別の形とかね、別の色が並んでたことはもう忘れるから、うん、買った後それしか見ないという。そういいですね、もうこれでいいんだっつって。私はもうめっちゃ考えちゃいますね。こっちも良かったけど、あ、まだあるかなみたいな、そういう葛藤がありますね、自分の中で。もう最終的にはもうどちらにしようかなとかで決めます。あ、これ子供の時によくやるにしようかなってね。はい、あれで決める？もうあれが一番もう手っ取り早い。でもさ、最初に指さしたやつ次第でもうどっちかも分かっちゃうじゃん。結局は自分の判断なんですけどね。私こどっちかっていうとこっちの方がいいから、どちらにしようかな、どうでこっちから誘うかなみたいな。ありますね。だったらそっち買えばいいじゃん、それやらずに。そういうことでしょ、だってそういうことです。うん、私は悩まないからね。でもまあ私のやり方で言ったら、もう悩んでしまう前にパッと手に取って買ってしまおうという、パシッとこうこれだというものを、そう、もうレジに出しちゃう、うん、それが一番、ね、はい、クミさん方式できます。クミさん、クミさん方式でじゃあ一回やってみて、はい、うん、ダメだったらまた考えよう。そうですね。はい、じゃあ続いていきましょう。ラジオネームクジラさん、クーちゃん、お嬢、こんばんは。こんばんは。高校での悩みなんですが、自分が人見知りでなかなかクラスに馴染めません。それで学校に行くのが部活のためだけみたいになってしまいましたと。ほう。クラスにもっと馴染みたいのでアドバイスください。まあこれはね、ほんと人それぞれの性格によるからね。そうですね、まあ、私もどっちかっていうとクラスに馴染めないタイプだった。私もです。自分から行くのが苦手で、そう、なんかどちらかというと待ってるみたいな。そうそうそう、なんか、ま、待ちはしなかったかな。なんかこう話しかけに行って、何こいつみたいな風に思われるのが怖いんだけど、でも実際って自分が思ってる以上に他の人って自分のことそんなふうに思ったりしないっていうね。そんな気にしてもないっていう。自分からガツガツいっちゃうという。そう、まあ、ガツガツいけないんだったら、うん、なんだろうな、普通に、まあ、待ってても待つのもありだと私は思う。もうそれか、まあ、この人趣味が合いそうだなっていう一人をターゲットにして、そうそうそう、ちょっと近づいてみるとか。そう、私がよくやるのは、あ、なんかここに馴染みたいなって思ったらこう耳を澄ますので、共通の会話とかがそのうち出てくるかもしれない。まあ、基本的に360度全体的にこう耳を澄ますんだけど、耳をダンボにして、うん、私がよくやるやつね、これ、はい、でこう例えば自分が好きなゲームがあったとして、はい、でそのゲームの話がパッて聞こえてきた瞬間に、え、それやってるのみたいな、あ、話しかけに行くと結構、うん、いけるかなみたいな。そこで馴染めちゃうという。結構私それはやってた。いいですね、うん、いけると思う、うん、この方法で試してみてください。ちょっと勇気はいるけどね。、はい、うん、でもね、勇気は第一歩大事だからね。はい、うん、踏み出す勇気、踏み出す勇気、はい、大事ですよ皆さん。ぜひぜひね、試してみてください。はい、はい、それでは続いての曲、もう曲いっちゃっていいですかね。はい、わかりました、曲いきましょう。夏なのでね、三代目 JSOULBROTHERS で花火お聴きください。いいですね、花火の季節。お送りした曲は三代目 JSOULBROTHERS で花火でした。ガミガミ言うよ、ガミガミ言うよ、ガミガミ言うよ、ヤガミクミのヤガミガミ言うよ、ヤガミクミのヤガミガミ言うよ。豊橋駅前にある FM 豊橋さん、は反省します。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz サテライトスタジオココラスタジオから、矢上久美と宮脇莉子が生放送でお送りしていきます。はい、まだまだメッセージは受け付けています。メッセージは ygg@843fm.co.jp または FM 豊橋専用スマートフォンアプリから送ってきてください。はい、ありがとうございます。はい、だいぶこのセリフには慣れました。はい、だいぶ慣れました。そうね、このね、メッセージのね、はい、fm.co.jp これね、覚えとくとスラッと言えるから楽になります。暗唱しときます。はい。じゃあ続いて、メッセージをね、紹介していきましょう。ラジオネームかじゅんさん、はい、はい、くーさん、こんばんは。あ、こんばんは。毎週元気をもらっています、ありがとうございます。夏は恋する季節ですね。なるほど。僕は社会人となって愛知県名古屋市の生活
5年目となりますが、はい、花火大会が大好きです。おー、地元は宮城県ですが、高校時代に当時付き合っていた彼女と行ったことも思い出です。クーさんの花火大会の思い出を聞かせてください。私の花火大会の思い出、はい、聞きたいです。正直に言っていい？はい、私さ、小学校中学校の頃はさ、こう友達とかさ家族とかで花火大会っていうか、まあお祭り行きますね。行くじゃん、はい、それ以外でこの年まで花火大会に行った記憶がないっていうか。行ったことないんですか？しかもやっぱりその小学生だったから行ったのが、はい、あんま記憶にないっていうのと、だからまともに仕事ではある、仕事では、はい、花火見に行ったことある、はい、イベントとかでね。プライベートではあまり行かれたことがないという。一切ないの。これは連れてくしかないですね、久美さんを。連れてくれるの？久美さん連れてきますよ。連れてくれるの？ありがとう。本当？ありがとう。ぜひぜひ大きな花火を見せてください、はい、行きましょう。ちなみにあるの、なんか花火大会行く？花火大会、私大好きで、ここら辺で言うと、おいれんの花火大会、わかりますか？行ったことないな。トヨタの方なんですけど。そうだよね、はい、すごい大きい花火大会があるので、感動するんじゃない？めちゃめちゃ感動します。ほんと、はい、もう目の前みたいな。見ていただきたいですね。そんなに？はい、すごいなそれ。いいな、一回見てみたい。ちょっと連れてって、ほんとに。はい、今年行きましょう。あ、ちなみにですね、豊橋は7月16日土曜日、7月16日土曜日に、7月16日、はい、豊橋であるみたいですね。花火大会ですかね。そうそうそう、ぜひ、多分調べたらすぐ出てくると思うんで、ね、皆さんぜひ調べてみてください。はい、お願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、ラジオネームにゃりんさん。はい、やがみさん、にゃりんさんです、はい。矢上さん、宮脇さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。僕の理想の恋愛像はジブリ映画の耳をすませばの主人公の2人のあまりにもピュアすぎる感じが理想ですと。大人になって改めてこの映画を見ると、高校時代に初めて彼女ができた時のことを思い出したりして、こんなピュアな恋愛もうできないなと少し悲しくなりますが、理想ですと。いいですね、ピュアな恋愛。ピュアね。ピュアな、ピュアな恋愛って何？なんか私のイメージで言うと、学ランとセーラー服がデートするという。ピュアですよね。いいな、制服デート。制服デートしたかったです。憧れた。本当に。もう別に今したいと思わないけど、すごい憧れだったね、一時期。青春という、ザ青春。それ自転車に乗ってという。いいなって思ったもん、すごい。うん、やっぱね、やっぱりね、制服デートはね、私たち、疎遠でしたできない立場でしたから。そうですね、うん、まあ、羨ましいですね。それはでも多分漫画飲みすぎとかもあるかもしれないですね。まあ、確かに少女漫画読みすぎちゃって、それをね、実際友達に聞くとそんないいもんでもないって言われますね。言われるもん、もうないよみたいな。私たちが多分いい感じに考えすぎてるのかもね。そうですね、イメージがちょっと良すぎちゃったかなっていう、うん、耳を澄ませ、でもね、耳を澄ませばやっぱいい映画ですよ。いいですね、すごい私も好きで。あ、またなんか、うん、何、見たいですね。見たいね、改めてね。え見たいねとか。DVD 借りてきて。はい、続いていきましょう。ラジオネーム、あ、子猫の猫パンチさん、あれさっきもさっきも言いましたね。このままいっちゃいましょう。はい、はい、矢上さん、宮脇さん、こんばんにゃ。あ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、猫パンチだけに。あ、こんばんにゃ、こんばんにゃ。はい、テーマが理想の恋愛像ということですが、俺は男3人兄弟で育てられたせいか、昔から妹みたいな女の子に恋愛をよくしていますと。年下ってことかな。うん、妹みたいということもあり、少しのわがままなんかは許してしまうけれども、いつも一緒にいて同じことで笑ったり、くだらないことで喧嘩したりとか、一心同体の彼女が理想の恋愛像です。お二人さん、俺の可愛い妹分になってください。それでは番組頑張ってね、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。妹系、妹系、年下、年上、年下、あ、そうですね。でも私、どっちがいい？可愛い方が好きで、なので猫パンチさんの気持ちよくわかりますね。あ、はい、年下とか、なんかちょっと可愛らしい感じ、自分が面倒見たいなという感じの、尽くすタイプだ。そうですね、いわゆる尽くすタイプというやつですね。はい、もう弟にしたいみたいな方が書いてます。あ、そう。恥ずかしい。別にそんな深くまで聞いてない、自分から話したんだよ。ペラペラと。え、久美さんはどうなんですか？私はどっちかって、でも、長女じゃん。長女ですね。そう。はい、だから、今ね、妹分になってくださいって書いてあったけど、
妹ってどうしていいか分かんないの。確かに私も長女なので、うん、妹の立場があんまり分かんないです。分かんないけど、でもとりあえずでも長女っていうのがあるからかなのか分かんないけど、お兄ちゃんが欲しいなっていうのはある。お兄ちゃん欲しいから多分年上好きなんだよね。年上ですか。なんでそんなにめっちゃ嫌な顔するじゃん。そんな嫌な顔する。真逆ですね。恋愛に対しても真逆というね。着るものも真逆だしね。そうです、もう正反対です、クリさんとは。でも別に合わないことはないからね、はい、仲はいいですよ皆さん。はい、じゃあ続いて最後いこうかな。はい、はい、今読んだやつ開いちゃった。はい、続いていきましょう。ラジオネームがアンジェラさん。はい、クーミンリコちゃんこんばんは。こんばんは。トークテーマが理想の恋愛像＆七夕も近いので、あ、これは曲のリクエストですね。ドリームズカムトゥルーさんの7月7日晴れをリクエストさせていただきますと。はい、ありがとうございます。じゃあこれごめんなさいね、すぐにかけられないんで。来週でいいかな。来週でいいかな。来週聞いてください皆さん。よろしくお願いします。お願いします。はい、ごめんなさいね、リクエストさしてもらって、もう早速違う曲に行ってしまうんですけれども、はい、紹介させてください。はい、じゃあ続いて曲をお送りします。ハジーでサマーズラバー。ハジーでサマーズラブをお送り、サマー、失礼いたしました、ハジーでサマーズラバーをお送りしました。ここからはですね、設楽町インフォメーションのコーナーです。はい、つぐほたる祭り。設楽町はホタルの名所として知られていて、特につぐ地区では豊根村との境の大乳川など源氏ホタルを見ることのできるスポット。にホタル祭りを開催します。先着300人にホタルブレスレット、どんなのだろう、ホタルブレスレットを送るほか、甘酒サービスや豊根ウィンドウオーケストラの演奏会、地元奥三河高原ジビエを使った名物イノシシ汁も販売もあります。美味しそう。イノシシですよ。イノシシ美味しそう。美味しいですよ。美味しいんだよ。美味しいんだよ。梅雨の真っ只中なので、雨が心配ですが、多少の雨ならホタルを見ることができます。当日は、はい、私八神くんもお手伝いさせていただきますので、ぜひ、津具高原グリーンパークで行われる津具ホタル祭りにお越しください。また、津具高原グリーンパークは標高が900メートルあり、多少寒いので上着をね1枚持ってきて、歩きやすい服装でお越しください。詳しくは津具商工会、電話番号は 0536-83-2114 までお問い合わせください。以上、設楽町インフォメーションでした。はい、続いてですね、番組からのお知らせでございます。7月から八神組の八神神ゆいよスタジオ内特別観覧募集のお話です。はい、7月から毎月第4月曜日、はい、1名様にスタジオ内で特別観覧席の希望者を募集しています。観覧希望の応募をいただいた方の中から抽選で1名様をご招待いたします。その際の現地への交通費は各自でご負担していただきますので、ご了承ください。詳しくは FM 豊橋の Facebook なのでチェックしてください。はい、そしてですね、番組からのプレゼントですね、当選者の方が決まったそうなんですが、こちらの番組側から、ご連絡させていただきます。少々お待ちください。はい、ということでまだまだ時間あるのでお話ししていきましょう。静かだったね。静かに、はい、イノシシ汁のとこだけやたらね、イノシシ汁で、はい、私イノシシ年なので。あ、そうなの。突っ込んじゃいました。食べられちゃうね。食べられますね。共食いです。共食いではないな。共食いではないな。そうだね。あ、そうでね、そのね、私がね今設楽町のね PR をしてるんだけど、でそのさっきのねこのイベント、ホタルのね、つぐホタル祭りにも私お手伝いさせてもらいますし、あと自分で最近ねお米作ってるの、設楽町の方で。久美さんがですか。そうだよ、作ってるの。この前ね、植えて、でまた翌月かな、わかんないけどしばらくして行ったらめっちゃ生えてて。あでもそれとともにね、雑草もやっぱ生えちゃうの。で全部そう、ね、そっちに栄養も取られちゃうから、お前草刈りしてきた。
久美さんが。そう、久美さん草刈りやられるんですか？そう、あの草刈りって言ってもあれだよ、あの庭でこう抜いたりとかこうシャッシャって刈ったりするようなんじゃないよ。ビーッとかで、ビーッて草刈り機ね。やってみたいです。ビー楽しいよ。楽しそうです。あのね、めっちゃなんだろうな、自分の長くて自分の腰ぐらいまである草を。草ですかそれ？そう、ビーッてやることによってさーっていなくなる。いいですね。超楽しい、自然豊かな快感っていう。快感ですね。快感。そう、気持ちよかった、あれは。楽しい。ぜひね、あの、今度、あの、小屋。今度、行かせてください。そらちょ、小屋。はい、一緒にお手伝いしよう。働きます、はい。うん。じゃあ、続いて、メッセージ紹介いきましょう、はい。ラジオネーム、M さんですね。はい。矢野美さん、宮脇さん、こんばんは。こんばんは。理想の恋愛といえば、やっぱりお互いを尊重し合える関係だと思います。はい。私物化するのではなく、一人の人間として認め合えるのが理想ですね。はい。大人です。はい、確かに。大人です。大人ですね。大人の恋愛です。その通りかな。うん、でも私は本当にそんな感じが理想っていうか、うん、なんだろう、なんだろうな。そうですね。そのなんかやっぱ高校生とか見てるとさ、何々くんかっこいいキャッキャみたいな。わかりますよ。じゃない、私はそうじゃない。うん、そうなんですか。なんか一人の人間としてお互いいや私は子供なのでまあなんかもう全然もう子供って言ってもいい子したでしょ確かあの恋愛に対する考え方が子供なんです。ああそういうこと。はい。なのでもうすぐ思ったこと言っちゃって喧嘩になってとかそういう感じになっちゃうかなって思いますね。そういう感じになっちゃいそうなね。そういう自分の性格から言ってそういう傾向に。でも人間吐き出さないとダメよ。まあ確かにそうですけどね誰私人間吐き出さないとダメよ。22歳なんですけど私。はい、はい何を思ってこんなこと言ってしまったのかうんでもね、お母さん的存在ですね。でもね、あの素直に言うってことはやっぱ、はい、恋愛じゃないにしても大事だと思うから。そうですか。それはありだと思う。あり、うん、ですか。逆に私が多分何も考えてなさすぎるね。いや、クミさんはそれがいいとこです。サバサバしたものを求めてしまうんだろうね。そうですね。そう、クミ、うん、さんはそれがいいと思います。うん、楽だから、うん、そう、楽が一番。楽さを楽さを求めてらっしゃるじゃあ楽が一番っていうより、なんかなんだろう。そうですね。気を使わない感じがいいですよね。うん、そう。やるのが一番かなって思うかな、うん、私はね。そういうことですよ。はい。続いていきましょう。はい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 。私さっきからさ、あの、同じやつを読もうとしちゃうのよね。そういう傾向にありますね。うん、あの、なんだろうね。覚えてないんだろうね。うん。じゃあ続いていきましょう。じゃあ新しいのいこうかな。はい。先ほど届いた。じゃあ行きましょう。これも、はい、さっき読みました。すいません。見つかりません。はい。はい。じゃあ、こちら行きましょう。よし。はい。ラジオネーム、高糸さん。はい。くーさん、お嬢、こんばんは。こんばんは。僕の理想の恋愛像は、朝歩いてると、曲がり道で、曲がり角で食パン加えた女の子にぶつかって喧嘩して、その後、隣のクラスのイケメンを交えて、うよ曲折を得て、最終的に仲良くなることなんですが、もう僕は社会人のいい大人なのでそんな寝ぼけたことは言ってられませんと。はい。強いて言えば気の合うゆるい彼女と一緒に美味しいものを食べて、僕の好きな、旅行とか音楽フェスに付き合ってくれて、島にはクーミンのイベント行くのも一緒に来てくれる、そんな感じの恋愛が理想です。理想が叶ったらココーラスタジオに一緒に見に行くので、ぜひ応援してくださいねと。応援しますよ。応援します。いやでも分かる。分かります。もうこれめっちゃいいです。誰もが憧れるシチュエーションですね。ああ、どの部分いてる。え、食パンです。あ、食パンの部分いてる、はい、私違った。それじゃない。食パンじゃないですか食パンではなかった。ごめん。本当ですか。私食パンのこと言ってました。ベタすぎてちょっとごめん。ダメかな私はね。いや、運命的な出会いしてみたいですよ。でもまあそれはね、確かに理想ではある。理想です。私はあの、こう、ゆるい彼女と一緒にね、どこでもね、行けるっていう。そこのポイントでしたか。そこがいいかなと私は思っております。はい、こんな感じで、あの、すごい。また食い違ってしまいましたね。うん、はい、そうだね。でも合うからね。一応性格は合ってるから。はい、合ってます。はい。はい、そろそろ番組も終わりの時間がついて、近づいてきちゃいました。はい、残念ながら。早いな、今日。今日も早いな。早かったです。はい。エンディング曲、スティールアイの、愛のままにが流れています。はい。この曲ですね、愛のままにですが、私、矢上久美がミュージックビデオで出演してるので、ぜひ見てくださると嬉しいです。はい。ちょっと宣伝。はい。今週。大丈夫ですか？はい、失礼しました。今週もたくさんのメッセージありがとうございます。全部、紹介できなくてごめんなさい。本当にごめんなさい。豊橋駅前にある FM 豊橋 84.3MHz。
テライトスタジオコクラスタジオから夜8時から9時の1時間生放送でお送りしたヤガミンのクミのヤガミガミユーヨ。来週もたくさんのメッセージお待ちしております。はい、イコちゃん、はいはい、準レギュラーとしての、はい、今日はどうでした？そうですね、今日はこの間よりはまあ緊張がほぐれて前回よりも喋れたかなという、そうね、はい、前回よりも準レギュラーだから、まだクミさんの元で成長していきたいと思います。おう、なるほどね、はい、お願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、今日多分リコちゃんより私の方が噛んでるから。本当ですか？まあ、日々反省ですわ私本当に。はい、今日の担当はメインパーソナリティの八神クミと宮脇リコでした。はい、それではまた来週月曜夜8時にお会いしましょう。来週もお楽しみに、八神クミの八神神ゆうよ。この番組は厚みモータース、グッドホーム、関谷醸造、株式会社マルショーの提供でお送りしました。楽しかったね。楽しかったです。はい、皆さん聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。来週もガミガミ言うよ。バイバーイ。